悲劇の天才。このような呼ばれ方をプロ野球ファンからされていたのが、読売ジャイアンツで選手、監督として活躍した高橋由伸です。そんな高橋は、プロ入り前からプロ入り後までの期間を、巨人と父親の手によって様々な不運を背負わされることになったようなのです。そこで今回は、巨人ファンから愛された高橋が、巨人とどのような関係にあったのかをご紹介します。実は野球が嫌いだった天才。1975年生まれ千葉県出身の高橋は、小学校4年生の時に初めて地元の少年野球チームに入団すると、すぐに天才的なバッティングを披露して、6年生ばかりのチームでレギュラーを獲得したといいます。高橋は幼少期から父親と二人三脚で野球に取り組んでいたようですが、野球そのものはあまり好きでもなく、父や兄など周囲が喜んでくれるという理由で野球を続けていた面もあったそうです。その後も中学時代には4番エースとしてチームを全国制覇に導いたり、天才っぷりを存分に発揮していった高橋。しかし野球嫌いは相変わらずで、野球をやめたいと言っては父親と兄の2人に力ずくでグラウンドまで引きずられて連れて行かれたりしていました。そんな高橋は中学卒業のタイミングで野球をやめて、将来のために学業を優先しようとしましたが、あと3年だけお父さんを楽しませてくれ、という父親たっての要望で甲子園を目指すことに決めます。そんな中で数多くの名門校からスカウトされていた高橋は、神奈川県の桐蔭学園高校への入学を決断。この高校時代にも1年生の時からレギュラーを獲得し、高校通算30本塁打を放った高橋は、ヤクルトなど複数のプロ球団からスカウトされていましたが、もともと慶応大学への進学を目標としていたため、プロ志望は出さずに慶応大学へ進学を果たします。大学進学後も名門慶応大学野球部で1年生の頃からレギュラーを獲得すると、3年生時の東京六大学野球春季リーグでは、打率5割1分2厘、ホームラン5本、18打点という驚異的な数字を残して三冠王を獲得。さらに甘いマスクも持っていたため、大学野球のスター選手としても話題となり、4年生時の秋季リーグでは、東京六大学リーグ本塁打記録を更新する通算23本塁打を放つなど、野球エリートとしての道を突き進んでいました。そんな高橋に対して、ドラフト会議前には、中日ドラゴンズ、日本ハムファイターズ、広島東洋カープを除く9球団が激しい争奪戦を繰り広げることになります。当時は逆指名の制度が残っていた中で、高橋の意中の球団はすでに決まっていましたが、ある出来事が原因で、高橋のプロ野球選手としての人生はまさかの展開になっていくのでした。父親に振り回された天才。ドラフト会議前に9球団での争奪戦が繰り広げられることになった高橋ですが、彼自身の心はヤクルトを逆指名するという気持ちを固めていたといいます。その理由として高橋は、大学野球で慣れ親しんだ神宮球場で活躍したいという気持ちが強く、神宮球場を本拠地とするヤクルト入りを熱望していました。さらに高橋は、巨人のような堅苦しいチームには行きたくない、と大学時代周囲に漏らしていたようで、巨人入りだけは絶対になさそうなムードだったといいます。実際に高橋はヤクルト側に逆指名しますと伝えていたようで、その情報は当時ヤクルトの監督を務めていた野村克也にも報告されていました。このようにヤクルトと相思相愛の関係だった高橋は、会見でヤクルトへの逆指名を発表するだけという段階まで来ていました。しかし会見前日に行われた家族会議で約8時間にまで及んだ話し合いの結果、高橋は家のために巨人に行ってくれと父親から説得されたのです。その結果、翌日に行われた記者会見の場で高橋は、本日、私、高橋由伸は、読売ジャイアンツを逆指名させていただきます、と、笑顔なき厳しい表情で逆指名を発表。明らかに様子がおかしく、涙も浮かべていた高橋を見て、会場は重苦しいムードに包まれていたといいます。高橋は巨人を逆指名した理由として、巨人は伝統あるチームで自分の力を試すことができる。また一番活かせるんじゃないかという自分の判断で決めさせていただきましたと語りましたが、明らかに今まで高橋が語ってきたこととは別の意見だったため、誰もが本意ではないことを理解している状況でした。では一体高橋はなぜ家族会議の結果巨人の逆指名を決めたのでしょうか。その答えは父親の借金にありました。当時ヤクルトのスカウトを務めていた片岡博夫は自身の著書の中で当時の状況について綴っています。
どうやらヤクルトが独自に調べたところ、父親は不動産業を営んでいたそうですが、土地が焦げついてしまい60億円という莫大な借金を出してしまったというのです。それでも高橋の才能に惚れ込んでいた片岡は球団に獲得をプッシュして、ヤクルトは親会社である富士産経グループの力を借りて高橋家の借金を返済するサポートを名乗り出ようとしましたが、さすがに60億円という大金は用意できませんでした。そこで食いついてきたのが巨人で、当時の監督だった長嶋茂雄自らが説得のために電話攻勢を仕掛けていきます。さらに読売グループの莫大な資金力を駆使して借金60億円の肩代わりを申し出たようで、実際には読売グループが父親の会社に仕事を発注するという形で12億円ずつを5年間の分割払いで支払われていたということまで明かされています。さすがにこの借金を肩代わりしてくれるチャンスを逃すことはできなかった父親は、家族会議の中で高橋を説得したようです。このように父親の弱みにつけ込んで高橋を獲得したこともあり、一連の騒動は黒いドラフトと呼ばれるようになってしまいました。こうして不本意ながらも巨人にドラフト1位で入団することになった高橋は、プロ入り後にはしっかりと気持ちを切り替えてスターへの階段を歩んでいくことになります。ガラスの天才高橋由伸。父親のまさかの借金により意中の球団だったヤクルトではなく、あまり好印象を持っていなかった巨人へ入団した高橋。そんな高橋は入団当初から長嶋茂雄監督に21世紀のスターだと大きな期待を寄せられて、松井秀喜、清原和博に次ぐ球団の顔としてファンからも活躍が期待されていました。その大きなプレッシャーに普通の選手であれば耐えきれなくてもおかしくない状況でしたが、高橋はルーキーイヤーから外野のレギュラーに定着して打率3割、19本塁打、75打点という素晴らしい数字を残しています。その後も天才的なバッティングで毎シーズンのように3割前後の高打率を維持し、長打力も兼ね備えていた高橋は平均して20から30本のホームランを安定して放っていました。さらに守備でも全力プレーでファインプレーを連発して足も速かった高橋は、まさに走、攻、守、三拍子が揃った完璧な選手でした。しかし常に全力でフェンスへの衝突を恐れない積極的な守備を見せていた高橋ですが、それゆえに怪我も多く経験することになります。プロ15年間の3分の2は怪我との付き合いと言われるほど怪我での離脱が多かった高橋。実際に2004年以降はほぼ毎年のように負傷離脱していて、2008年には腰痛が悪化、翌年の2009年には失敗したら一生車椅子生活になるかもしれないという大手術を乗り越えていたといいます。守備での怪我が多かった高橋に対して2006年には原監督からダイビングキャッチ禁止令が言い渡されたこともあったそうです。それでも高橋本人は、取れると思った瞬間には飛びついてしまう、怪我のことなんか考えられないと、守備に怪我のことを考える前に体が反応してしまうと語っていました。このように怪我に苦しみつつも巨人ファンから生え抜きのスター選手として誰よりも人気を博していた高橋ですが、その引退劇というのは決して華々しいものにはなりませんでした。まさかの引退勧告からの監督就任。2012年頃から体のコンディション面もあり、代打の切り札としての起用が増えていた高橋。それでもしっかりと出場した際には結果を残していて、2015年のシーズンには打率2割8分7厘、代打打率3割9分5厘を記録して、誰もがまだまだ高橋のバッティングが見られると思っていました。翌シーズンも現役続行の意向を示していた高橋でしたが、2015年シーズンを終え、クライマックスシリーズ敗退となった直後に勇退することを発表した原辰徳監督の後任として、高橋は球団から現役にもかかわらず、監督就任要請を打診されました。これはすなわち引退勧告と同じ意味のもので、高橋は即決することはなかったものの、3日間熟考した上でオファーを受託することを決めたといいます。球団としては原の後任の大本命として、メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースなどで活躍した球団 OB でファンからも人気者の松井を候補に挙げていましたが、夏に球団幹部が渡米して松井に監督就任の意思があるか聞いたところ、あっさりと断られてしまったといいます。その状況下で球団幹部の中で後任として候補に上がってきたのが、巨人の中でも大物 OB の江川卓やコーチを務めていた河合雅弘、そして高橋の3人でした。しかし最終的な決定権を持つ巨人の親会社、読売新聞社の上層部クラスの人間が、
江川の監督就任プランには当初から乗り気ではなかったようで破談。また対照的に河合は巨人の監督に必要である花が足りないと判断されると、残る高橋の存在が本社上層部の間でクローズアップされて、彼しかいないとなり白羽の矢が立てられたようです。こうして高橋に対して急転直下の監督就任オファーを出すことになったため、巨人のフロントは様々な策を講じて断るのが難しい状況を作り出したようで、まず巨人内部から意図的に各メディアに情報を流して報道させることで、新監督は高橋で決まりという雰囲気作りをしていきます。その後、長嶋終身名誉監督がこれまでは次期監督について松井だ江川だと言っていたにもかかわらず、球団が高橋に監督要請をした直後に、次は高橋由伸君しかいないと言い出したようで、あまりに不自然な移り変わりにフロント側の用意周到っぷりが感じられていました。さらに高橋が監督に就任する直前に巨人は所属選手3人が野球賭博問題に絡んでいて、世間から多くのバッシングを受けている状況でした。そこでどうにか与えてしまった悪い印象を払拭させようと、クリーンなイメージがある高橋を新監督に据えるという明るいニュースで不祥事をかすませようとしていたのかもしれません。そしてもちろん借金を肩代わりしたという恩は一生消えないものであり、高橋の人生は借金を肩代わりしてもらった時点で巨人に握られていたと言っても過言ではないでしょう。結局盛大な引退試合すら開くことができずに現役引退となった高橋は、選手からコーチ経験をあまり積むことなく指揮官に就任したという経緯もあり、どんな野球をやりたいのかが明確に現れませんでした。このような状況に対して王貞治ソフトバンク球団会長は、選手から監督になって勉強する時間もなかった、残念だねとコメントを残しています。巨人の監督就任後、3年間で一度もリーグ優勝を果たすことができず批判の的となってしまい、2018年シーズン終わりに辞任を表明しました。監督辞任後の2019年からは読売巨人軍球団特別顧問という肩書きで、巨人との縁は今も切れていない状況となっています。このように巨人に人生を左右され続けている高橋ですが、まだ若く、もう一度巨人の監督を務めることがあるかもしれないので、その時は自らの手で優勝、日本一を掴んでほしいと思います。いかがでしたでしょうか？あなたは巨人と高橋由伸の関係についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で教えてください。